こんにちは、体の枝10万円勝負です。今日は2022年の1月10日を5時間ほど過ぎてしまってますが、見ていきたいと思います。ついにですね、128円ということですね。120円台出てきました。今日の値段は 128.20 ということですね。はい、昨日から 7% 下がっているということなんですが、15分足でいくと、これは昨日の夜からしか見えてないので、こちら10日ですね。はい、今日1日は135円で始まって、140円台のところまで行って、その後また落ちてきて、夕方の7時ぐらいですね、夜の7時ぐらいから、さらにガクンと落ちて125円を切って、でもう一回130円まで戻って、今揉んでいるということですね。はい、4時間足にすると、ずっとね、下がり続けているということですね。今ここでちょっと一瞬止まってますけど、また下に行きそうな感じですよね。はい、突き足にすると、1,2,3,4,5 本の陰線ですね。はい、もう1月10日ということで3分の1、過ぎてしまって、で、この5本足すと、この8月の、ね、大きな上げをもう通り越して、2月の上がってる途中の状態ということですね。はい、この2月の上げの、実態の一番上のところよりもさらに下に来てしまったということですね。はい、ではツイッターの見ていきたいと思います。はい、今日はですね、政治の日ということで、日本のメディアからはあんまり、ツイートがなかったですね。はい、で、海外の、ツイートは、体のやっぱりいいんだぞみたいなのがね、ちょっとメディアっぽいところから2つ出ております。体のコミュニティがリツイートしてますけど、ファイナンスマグネイツ .com というところですね。はい、日本語にすると、カルダノの批判は積み重ならないと。カルダノがゴーストチェーン出れば、それは超常現象の多くを経験しています。なぜ開発者はカルダノで作業したくないのか、なぜカルダノハスケルを使うのですかということで、カルダノはね、いいぞという記事なんですけど、はい、ちょっと自動翻訳で読むにはちょっとね、自動翻訳の、読みにくい、ぐちゃぐちゃの日本語になっちゃってるので、ちょっとこういうとこだけね、でいきますけど、本当にゴーストチェーンですかということと、あとは、ハスケルですね。ハスケルを使っていることに対して述べてます。で、あとは、コミュニティ、またはベンチャーキャピタルということですよね。はい。まあ、コミュニティが強いぞということを言って、まだね、上昇する機会があるということで終わってます。はい、この中では、サムスンが、ベリーツリーと提携したということですね。2、3日前にお伝えしたやつと、ここにインタラクティブな地図とありますが、はい、カルダナキューブというところですね。はい、こんなにいろいろ提携してますよということを言っています。はい、どんどん増えてますよね、これね。はい、で、そして、インプットアウトプットメディアがリツイートしているのが、インベスタープレイスというところですね。はい、こちらはカルダノの2002、カルダノは2022年のより良い暗号通貨の一つですと。ミームコインが君臨した年にカルダノは独自の道を描いた。同じ前進の多くを期待することができますということで、こちらちょっと長い記事になってますけど、はい、カルダノはあなたのポートフォリオに適していますかとか、開発のロードマップですね。はい、イーサリアムのライバルだと。あとは、体の遊び方。遊び方って何ですかね。はい、英語では How to play カルダノとなってますが、はい、最終的な、まあ、この記事の結論ですけど、まあ、最後はね、あなたが任意のトークンにあなたの資本を注ぐつもりなら、それは確かな理由ではなければなりませんと。で、カルダノはそれに、適したコインであるほど、まあ、優れてますというような結論でね、はい、どうしますかということですね。はい、どうしますかとなりましたらですね、こうして今までの歩みを連続してみると買うしかないと感じますねと。ところどころで起こる暴落が大きなチャンスであることが分かりますということで、まあ、これはね、ADA、3000積立さんですけど、まあ、ビットコインのグラフですけどね、まあ、押し目で、買っていくのがいいんじゃないですかという提案だと思います。はい、組長ちゃんですね、どこまで落ちるかそこは分からないけど、ここまで来ると買いたいものが増えてくるんだよと。ADA 以外もね、いろいろ下がってるよということでしょうかね。はい、資金が無限にあるわけじゃないから、ある程度考えないとということですね。はい、NKR さん、2021年、GitHub で最も開発された暗号資産プロジェクトはカルダノでした。開発さえ進んでいれば、価格は後からでもついてくると信じています。2022年も頑張ってほしいですね、と。
はい、体のガチホ忍者さんは、エイダの相場が厳しい時はやっぱり拙者の出番でござる。夜明け前が一番暗いでござるよ、ということを言いますね。すでにデックスが秒読み段階に入ったでござる。むしろ何の実需もなく、ダップスもない詐欺と言われたこのプロジェクトが他の通貨に肩を並べて検討しているのでござる。感動すら覚えまする。踏ん張れと。はい、ガーリさん、なるほど、わかりやすいと。トロさんの4コマ漫画ですね。はい、その56、新幹線と体の共通点ということです。あ、参考動画の YouTube からですね。はい、チャールさんがね、新幹線を出すときは大体、3台で、新幹線を、ずっとね、の仕事に関わっている方の話じゃないかなと思いますけど、はい、ちょっと読んでみていただければと思います。はい、で、基礎がね、ずっと前から、しっかり積み上げてきたよというものの、一方で、この先ですよね。はい。この先のガバナンスということで、体のね、こう、しっかり構築してますよということで、WIM さんがカタリストファンド7について触れてます。ここのね、全ディスクってとこ見てみます。はい。こちら、カタリストプロジェクトについてよくある質問ということでね、私はちょっとここに最近来ることが多いんですけど、投票ですね、カタリストの投票が13日から始まりますということですのでね、はい、もうスナップショットで、誰がね、どれだけ投票権を持ってるっていうことはブロックチェーンに、なんだ、記録されているので、あとは、投票開始となったら、ここですね、投票開始日となったら、投票していただくということですので、エキスポのプロジェクトよろしくお願いいたします。また何度かね、拾っていくことになると思います。はい、日本語にしちゃってるんですけど、スケールアップ体のコミュニティハブというところのジャンルに、入ってます。はい、またシュガーさんですね。投票することで今後の報酬へ影響があるかもしれません。投票ガバナンス、ボルテールなどについて概要レベルでまとめてみました。投票方法や関連リンクもありますので、これ機会に参加者が増えればと思ってます。ということで、こちら見てみます。はい、シュガーさんのホームページですね。体のガバナンス、投票することで報酬がもらえる。体のガバナンスって何？なぜ大事なのかという方や、投票を始めるにはどこを参照すればよいのか迷っている方向けの記事です。実は長期で考えると大事なことのため、まとめて理解を深めていきたいと思います。ということで、ちょっと全部はね、見れませんけど、まあ、ボルテールということで、ロードマップのね、5段階の一番最後ですね。はい、ガバナンスについてと。で、この中で、重要な、まあ、民主主義的なことをやっていくのに、まあ、投票が必要ということで、プロジェクトカタリストが、存在しますということですね。はい、じゃあ、ボルテール、体のロードマップの最後にボルテールがあります。ボルテール期は分散型ガバナンスを実現することを目的としていますと。投票システムと取り砂利システムが導入されます。ネットワークの参加者が改善案を提案し、投票システムを使うことでステークホルダーの投票権により提案の実行可否が決定されます。可決された提案には資金が割り当てられます。ネットワークの開発の資金は取り砂利システムによりトランザクション手数料からプールされています。ガバナンスが分散化された後は、カルダナの運営は IOHK の手から離れます。コミュニティにより続けられていきますということですね。まあ、ブロック生成は分散化しましたけど、このカルダナ自体の運営とかね、方針とか、そういうところがまだ IOHK の手から離れていないということですよね。はい。で、投票の仕方とかが書いてあって、最後にまとめです。プロジェクトカタリストにより多くの提案がなされ、多様化が生まれてきました。一方で、提案グループ同士での連携やコミュニケーションが難しくなります。カタリストサークルはそういったコミュニケーションの円滑化、アイデアの議論、懸念事項などを検討する。任期3ヶ月の代表メンバーで構成されます。例えば、提案金額の妥当性なども議論します。また、次期サークルの選出プロセスを定義します。アクティビティは全ての人がアクセスできるバックログへ記録されますということですね。はい、カタリストサークルということで、ちょっとまとめじゃなかったですね、すいません。カタリストサークルの説明でした。はい、全然関係ないですけど、その下にね、サステイブルな組織を構築するということが書いてありまして、結局ブロックチェーンもガバナンスがうまくいかないと、チャールさんの言うようにね、50年、100年持つということにありなり得ないということですよね。はい。DAO っていうのがね、一応、うまくいかなくなったということも聞いてますし、他のチェーンのね、分岐とかも結局ガバナンスの問題で分岐してしまうというようなことになったりしてるので、これからはね、だんだんこっちの話題が増えてくるんじゃないかなということですね。はい、では値段に戻りまして、129.48円ですね。
14,012.9×129.48 で元本が10万円ですので、計算しますと、174,390円のプラスということで、1714% のプラスということですね。はい、ちょっと苦しいですけどね、はい、粘っていきたいと思います。では今日もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。